ネバネバ役ネバビープのミスクロです。というわけで本日も始まりました、約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。今まで数々僕の元に来ていたリクエストなんですけれども、なかなかやることができなかったことがあります。それはですね、何かと言いますと、皆様今何月でしょうか。2019年もあと1ヶ月で終わるということで、ついにやってしまいます、2019年最新版約束のネバーランド人気投票開催。というわけで、ヤクネバの人気投票2019年最新版をこの動画のコメント欄で募集したいと思います。以前ですね、約束のネバランドではこちら11巻、こちらのですね最後のところにも人気投票が載っていたわけなんですけれども、やったのがかなり前なので、僕のチャンネルでも非公式でやってやろうじゃないかっていう魂胆でございます。企んでるとかそういうわけじゃないんですけれども、新しいキャラクターがいろいろで出てきたっていうことで、ランキングも変動があるでしょうということでね、今回やっていこうと思います。条件がありますので聞いてください。まず投票方法なんですけども、先ほどお伝えしたように、この動画のコメント欄のみで募集させていただきます。そして大事なのが、一人一票にしてください皆様ね。え、選べないっていうのはね、もうわかるんですけれども、ここはねもう絞ってください、一人にお願いします。でですね、好きな理由とか好きなエピソードとかもあれば、一緒にねその好きなキャラの下にこう書いていただけると、発表の時に使わせていただくこともあると思うので、ぜひある方はそこもコメントよろしくお願いします。なければキャラの名前だけで大丈夫です。そして期間なんですけれども、本日12月1日からですね12月15日の23時59分までとさせていただきます。約2週間ぐらいの期間になります。気になる結果なんですけれども、15日で締め切りまして、そこから集計だったり動画制作を行いまして、年末には発表できるようにやっていきますので、ぜひ皆様のね清き1票、いや選挙勝って、このヤクネバの人気キャラの運命を決める一票ですね、ぜひご協力盛り上げよろしくお願いします。いや黒ってやつ全然知らんしとか思ってても、コメントだけでもいいので、ぜひ一票よろしくお願いいたします。というわけで今回はですね、募集の動画になりますので、少し短い動画になるんですけれども、僕は普段背景を見てもわかるように、約束のネバーランド関係の動画のみを上げております。なので約束のネバーランドが大好きな皆様は、ぜひ他の動画も見てください。というわけで、約束のネバーランドが大好きな皆様は、高評価コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ヤクネバ最高。では